はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。さあさあ次次、あのね、サクサクいけるところまではサクサクいきたいのよ。流れをね、流れだけつ、どうにかしときたいから、できればね、あの見てた時にあったチャージが欲しいんだよね。いてっ、そういう感じね。はい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 、あーダメ、パーリー失敗したね。練習しよう。はいはい、はい、無理。なるほど、追っかけながら当てる。うわい。いけいけでした。あ、でももうちょいだね。よし頑張ろう。はいはい、大体パリがうまくいってるときはあれだね、もうそのままの勢いでいけないとドツボハマりそう。向かいって、よし。あ、これはまだしなくてよかったかな。はい、2位。よしよしよし、さあ玉ねぎちゃん出てこい。涙パリーしたいよね。あーむずいね。いや、うとうとうと、もうガン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 うと、これは。で最後ここだね。あ、怖い怖い。意外といけるな。トーン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 で打つと、危ない。あ、人参人参が、え、ほい、もういけるでしょ。もういけない、そろそろ。よし、パーフェクトラン、ノーダメ決まったね。だいぶパターンを読んでたんで、逆にね、パーフェクト取ってしまうと後が怖いんだよね。いやー、ナイスナイス、怖え。怖え、逆に怖いわ、うまくいきすぎてて。お、根菜一家、へえ、ふっかけ酒場の大乱闘。よし、やっていこう。いやー、でもいいね。これが苦痛に変わる瞬間が怖いな。今は全力で楽しめてるからね。あ、こうかな。はい、はあはあ、どういう動き？おい、おっと。めちゃくちゃ怖えよ。ん？あ、そういう動きか。はいはいはい。うーっと、それはきついよ。うっ。あ、嫌な感じする。おお、はい、あああ、魔界村ね、魔界村はちょっと難易度違う気がするけど、一番上は意外と後ろに下がって OK だね。真ん中避けた時が分かんねえな。意外と真ん中は前に行った方がいいのか。あ、違う違う違う。
意外とね、第2段階溜まるのよね、スペシャルがね。際どい。そろそろじゃないのかな、まだか。よし、来た、溜めろ。よし、なんとか。ここのコインが結構いやらしいね。ヘビむずいんだよな。いけ、ほいほい。ほら、いやー、チャージが欲しいよ。若干テンポが変わってんだよね。ほいほい。打ち終わったあと、牛何、あ、うーん、おー、危な、やったね。B、 よし、 OKOK。A プラがもう上出来だもんね。これね、やってる人見たときに、大体ね、2人プレイが多かったのよ。もし余裕があるとき、1人プレイもちょっとおすすめしたい。あ、結構面白い、1人プレイも。よし。礼拝だっけ？さあ、ここは、なんだったっけ？まあでもさ、このゲームを、あれだよね、RTA のやつ見るとめちゃくちゃすごいよね。お、ヘルプ？あ、こういうことね。これは噂に聞いてた。待て！ビビりすぎたな。これ、撃たなくていいね。おい。ほらほら、来い来い。これ、オートパリーついてたら、楽なのかな？ほい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 。ほい。あー、これは、嫌な、感じですな。意外と長い。しかも的がちっちゃくなってきてるな。おい、ビクトリー。殴る感覚で叩くといいのか、バツボタンを。 B ボタンか、ジャンプをね。ああ、助けてくれた坊やたち、どうお礼をすればいいのかしら。なんかすごいやつ出てきたね。私したらごめんなさい、自己紹介がまだだったわね。私は伝説の精霊チャリスと呼ばれているの。お目にかかれて光栄だわ。魔法を探していたところをお化けに捕まってしまった。魔法といえば、どうかこれを受け取って。顔取れたぞ。インクウェルトには他にも礼拝、霊長かな、いくつかあるので、もしかするとそこでも。ほう、いやいや、ナイスナイス。でもさっきのボスは、あれ、やっぱ最後の段階でライフ3つはでかいね。ぶっ壊れてるし。はい。あ、そうそう、魔法の必殺技。あ、魔法か。はいはい。必殺技。エナジービーム。あー、これが噂の5つ貯めたらのやつか。